はい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで今回ちょっとふーたくんのところに行きたいんやけど、うん、何も入ってなかったね。よし、あ、ちょっと待って、今日売ってるものは何あ、アイナさんいらっしゃいませ。この度はマイホームの完成おめでとうございます。ありがとう。ところでアイナさん、突然なのですがちょっと相談したいことがありまして。あ、もしかしてお店のこと？もしよろしければとりあえずお話だけでも聞いてもらえませんか？いいよ。ありがとうございます。では早速なのですが、相談というのはですね、お店を建てるための準備のことなんです。お、準備を手伝えと、お客さんにこの島での暮らしが始まって、中にはアイナさんのようにマイホームを持たれる方も出始めました。この先必要なものも増えてくると思うので、もっといろんな商品を扱いたいのですが、さすがにここではスペースが限界なんです。お、店舗を構えるってことか。え、てかさ、他の住人たちもテントからマイホームに変わったりするんかな。なんかよくわからんねやけど、それは個人個人でなんかそういうタイミングでなっていくんかな。それで社長ともあれこれ相談しまして、一日でも早くお店を売ってるんだらもということに決まったんです。ただ困ったことに建築資材の確保が追いついていなくて、お店の建築にまで回せないんです。そこでお願いなのですが、島の木や岩から取れる材料を集めて提供していただけないでしょうか。建築用のだけあって相当な量を揃えていただく必要はあるんですが、それ相応の謝礼はご用意しますので。おー、いいよいいよ。ありがとうございます。では早速集めていただきたい材料なのですが、木材、硬い木材、柔らかい木材をそれぞれ30本ずつと、あと鉄鉱石も30個お願いします。ん、でも思ったよりは少ない感じでできるんやね鉄鉱石30で、それぞれの木材が30ずつ。ちなみに産地にはこだわりませんので、この島だけでなくよその島からもかき集めていただいて問題ないです。あ、さっき言った、さっきというか前回言った無人島のやつかな。アイナさんのペースで集めようとあったけど大丈夫ですので、どうかご協力お願い、よろしくお願いします。ふんふんふん。とりあえず今何本あるん？あ、でも硬い木材16あるんやね。鉄鉱石、でも結構かかりそうな感じか。なるほど。さて頑張りますかね。くるぶしなんか今寝てなかった？気のせいかな。よし、やってるか。実際話しに来たよ。絶好のトレーニング日和だな。オイラの筋肉も喜んでるぞ。実際これ隣に座れたりする？あ、座れた。可愛くない？めっちゃ可愛くない？いいね。あ、これ横向きにも座れるもしかして。横向きも座れた。なるほどね、そういう感じなんやそういう感じなんや。へー。じゃあちょっとふーたくんのところに今日は行ってみます。あ、あったあった。いやー、できとるよできとるよ、ふーたくんとこ。よし、お邪魔します。おー、なんかいいね。へー、何、調べ物？ほほー、はじめまして。私、ふーたと申します。アイナ島の生態系に興味を持ちまして、調査のためにやってまいりました。もしやあなたは、このテントの場所を決めてくださったアイナさんですか？そう、名前まで聞いとったんよね。そうだよ。そうなんです。そうなんです。やはりそうでしたか。いやはや、おかげさまで無事移住することができました。調査のためとは申しましたが、私、この島に博物館を建って、永住する決意で参りましたので、今後、新種の虫や魚を発見されました際には、ぜひこちらにお持ちください。博物館が完成した暁には、タヌキチさん経由でお預かりした生き物も含めて展示いたしますので。ちなみに肝心の博物館ですが、こちら少々問題がございまして、どうやら開館許可をもらうためには展示品の数が足りないようなのです。少し前まではとりあえず箱だけ作る、なんてことも日常茶飯事だったのですが、最近はさすがに厳しくなったようで。え、無人島でもそんな厳しさが？それはタヌキチ次第じゃないの？ちなみに私のプランとしましては、虫と魚以外に化石の展示室も作りたいと思ってるんですよね。見たところこの島には川の向こうにも土地があるようですが、ああいう未開拓の場所にはロマンと化石が溢れていると私は思うのであります。あ、そういえばこっち側、なんか川の向こう側には穴があったけどこっち側ないね。そういう感じ？ほほ、無人島生活っぽいいいアイデアがあります。アイナさんのスマホにちょっとデータを送りますね。ほう。え、かわいい。なんか、あ、化石柄やん。なんかスマホ。もしかしてみんな柄が違う感じ？個性が出るね。島で手に入る木材を集めて、長い高飛び棒に加工すれば、大高飛びの要領で川を越えられるはず。
橋を架けさせてよ。化石を掘り起こすのに必要なスコップの作り方と合わせて DIY 用のレシピを送りましたので、おお、スコップも。もしよければ川の向こうに化石を探しに行ってみてください。おっと、ご挨拶だけのつもりがすっかり話し込んでしまいました。とにかく博物館を訴える許可を得るには展示品があと15種類必要なので、寄贈のご協力をお願いいたしますです。あと15種類、ふんふん、なるほどね、了解した。よーし、集まったよ、集まったよ。とりあえず4個集まった。ってことで渡しておこう。ふうたくん来たよ。どうも。何かご寄贈くださるものをお持ちだったり、私にできることがありましたら、いつでもお声掛けください。まとめて送れるかな。おー、そうですか。で、何を寄贈してくださるんですか？ワクワク。かわいい。一個ずつか。なるほど。ほほ？これは紛れもない。化石ではありませんか。いやー、私の直感が当たりました。この島にはある、と思ってたんですよ。おっと、とにかく、まずは鑑定してみましょう。どれどれ？ふんふん、なるほど。ほほう。少々判断に苦しみましたが、これは T-Rex の尻尾で間違いないっす。間違いないっす。え、そんな喋り方やった。それにしても美しい、見事な化石ですね。この T-Rex の尻尾があれば、博物館のオープンに向けて大きく一歩前進できるんですが、いかがでしょう？この化石、私に預からせてはいただけませんか？いいよ、いいよ。ほほ、よろしいんですか？ではお言葉に参させていただきます。いやー、まさか T-Rex の尻尾がこれほどいい状態で見つかるとは。せっかくですので、ちょっと解説してみましょうか。おー、お願いします。そうですか、そうですか。やっぱ解説してくれるんや。お任せください。それでは、5本。T-Rex はですね、恐竜時代を最後まで生きた最大の肉食竜です。巨大な顎と鋭い歯で獲物を噛み砕く。まさに生態系の頂点。というイメージではあるのですが、体重が重いので素早く動くことはできなかったという説もあるんですよね。たとえ襲われても案外逃げ切れるのかもしれませんね。追いかけられたくはありませんが。といった感じでございます。ではこちら、寄贈品として大切にお預かりいたします。残りのパーツも見つかって完成した姿で展示できるといいですね。ありがとうございました。そうそう、それから、今回お持ちいただいた化石もそうでしたが、掘り起こした直後の化石は私のような専門家によって鑑定しないと正体がわからないものなのです。今後正体不明の化石が発掘された際は、いつでも鑑定させていただきますので、寄贈するしないに関わらず、お気軽に鑑定をご依頼ください。これで博物館のオープンに必要な展示品はあと14点となりました。あ、ちゃんと教えてくれるんやね。引き続き博物館のオープンに向けてご協力お願いいたします。あとどれぐらいなんやろう。おー、なるほど。なんで急に言ってくる。あ、もう、あれか、寄贈するものがなくなった件ってことか。これで博物館のオープンに必要な展示品はあと11点となりました。なんかあっという間にオープンできそうじゃない、博物館。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、私ね、結構動画外で材料を集めて、もうね、この硬い木材と柔らかい木材、あと木材、これをね、30個ずつ集めたけん、鉄鉱石だけなんやけど、もうね、この島中の岩を叩いて、この島中の岩を叩いて9個しか出てこんかったよね。だいぶ、あと21個いるってことやろ？つら。あ、で、このもう素朴な DIY 作業台は、斧がしょっちゅう壊れるけん、持ち歩くことにしたよ、私は。持ち歩くことにしたよ。ってことで、この島中の叩いてもそんだけしかなかったけんさ、ちょっと私は、その旅行券を使って別の無人島に行ってみようかなと思います。さあ、到着しました。今回のターゲットはこの島です。毎回行き先違うって言ったよね。楽しみ。アイナ様はこのツアーのご参加が初めてだと思いますので、軽くご説明しておきますが、この島で見つけた材料や生き物は自由にお持ち帰りいただいて構いません。道具を持ってくるのを忘れたり、壊れてしまっても大丈夫。マイルと交換でお求めいただきます。マイルを取られるのか。ただし一つだけお気をつけいただきたいんですが、この島に何か置いて帰ってしまった場合、二度と取りに戻ってくることはできません。くれぐれも大事なものを地面に置き忘れたりされないよう、持ち物の管理にはお気をつけくださいね。フリア。と、まあ、ざっとこんなところでしょうか。私はここで待機していますから、お帰りの際や道具が必要な場合には、いつでも声をかけてくださいね。グッドラック。
かっこいいね。頑張ってき、あ、作業台あるやん。作業台分のスペースちょっと邪魔になってしまったな。てかなんか木が違うんやけど、私の島と。これ何？何が生えてるの？すごい、上の部分だけ。もう一回生えるってことこれ。ねえ、何が取れた？赤いヒヤシンス、ヒヤシンス、赤いヒヤシンスやって。てかもうちょっと開けてくればよかったな。てかあの、岩、岩、あったあった。これか。へい。おー、鉄鉱石、助かる。てかこの島あんまり岩なさげじゃない？そんなことないか？く。でもこれで、2、3、4、5個はゲットできたわけやね。うんうん。じゃあ、なんかおった。かわいい、あの子連れて帰ろう。なんか、誘拐するみたいやけど。待って、高飛び棒どこ行った？よし。よいしょー。いきなりこんな現れたら怖くない？超怖くない？で、まあ次からは作業台は持ってくる必要なくなったってことは分かったね。どうも。ルーシー。あら、こんにちは。はじめまして。私の名前はルーシーです。あなたも旅行でこの島へ行ったんですね。旅先での出会いは大事にしろって母からずっと言われてきたんですよ。あなたの名前も聞いていいですか？アイナさんですね。アイナ島からはるばるこの島まで来たんですか？アイナ島有名なんすか？そんなに遠くの島からわざわざ旅行に来られたなんて、とっても行動力がある方なんですね。私、あなたに憧れちゃいました。もしよかったらこの島に滞在中、仲良くしてくれると嬉しいですよ。なんなら、一緒に来ません？忙しい日々の暮らしから離れて、ゆったり過ごすこの島での時間は、心の選択にもってこいですね。最近私が住んでる島での暮らしもちょっとマンネリ化してきちゃってて、飽きてきたことだったんですよ。うちの島に来てみる？本当にいいんでしょうか？さっきお伺いしたエナ島に、まさか誘っていただけるなんて。私、なんだかとっても嬉しいです。まるで夢を見てるみたいな気分ですよ。後から嘘なんて言わないでくださいね、よ。大丈夫だよ。それならよかったです。早速引っ越しの準備を始めなくちゃ。急に忙しくなりそうです。それで、なるほど。移住の手続きは、たぬきつさんという方に連絡するんですが、忘れないうちにやらなきゃですね、よ。その語尾はどうにかならないのかい？なんかね、ラッパーみたいな。あ、もう上に上がれんけん、これ以上なんもないやん。なるほどね。まあ、この島では ちょっと待って。どれぐらい手に入ったっけ？あー、なるほど。あと9個。くっそ。ちょ、待って。一旦さ、あ、身につけれるこれ。ちょ、待って。身につけてみよう。あ、かわいい。かわいい。なんか、3つともなくなったんやけど、そういう感じ？そういう感じなんですか？なんか他に。あ、やっぱり。なるほどね。これで、スコップで掘り起こさんといかんのやんね。なるほど。そういう感じか。ということはだよ。どうしよう。でも置いていけんな。まあ、次からそういう風にしていくってことで、今日はこの黄色いヒヤシンス1個、飾りで持つっていうことにしておこう。さあ、それじゃあ帰りますか。ここはもう、なさそうやし。帰りまーす。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで。さて、自分の島に帰ってきたはいいのだけれど、あと9個足りん、待って、ジョニーおるやん。ジョニーや。5 minutes。あと5分だけ。相変わらずの。むにゃ。なんだか足が冷たくてたまらない。そりゃ、波が押し寄せてるからね。波が。できれば大盛りでお願いします。そういうこと、その波？どんな寝ぼけ方。今日は学校休みます。学生だったのか。むにゃむにゃ。起きて。起きた。おう、私の愛しい人よ。もっとこっちに。
What? あなたどなたさんですか？私はジョニー。しがない船乗りなんですけど。おや、もしかするとあなた、私を助けてくれたのですか？オーマイゴシ、なんということでしょう。命の恩人に失礼の態度をとってしまいました。どうかお許しを。何分私は今とても混乱してまして。というのも私、乗っていた船から自ら身を投げたのです。自ら？まあ寝ぼけたんですけどね。でももう大丈夫。今は便利な時代ですから。これさえあればいつでもどこでも助けを呼ぶことができます。おー、スマホ割れてるよ。ほら、この通信装置さえあれば。って、ん？オーマイゴシ！私の大事な通信装置が壊れちゃってます。バキバキに割れて通信装置のパーツがほとんどなくなってます。あ、何かせんといかん感じ？これでは私の仲間たちが見つけ出してくれるのをただ待つしかありません。見つけ出せるのか？しかしそれでは一体いつになることやら。お願いです。どうか通信装置のパーツを集めてきてくれませんか？いいけど、どんな感じ？本当ですか？ジョニー感激です。通信装置のパーツはおそらく砂浜に埋まってると思います。数は5個ほどあれば多分大丈夫です。仲間たちがきっと私のことを探し回ってるはずなので、私は船を見逃さないようウォッチングしています。パーツ探しの方は任せるので、よろしくお願いします。5個ね。うん。ちょっと待って、とりあえずあの、ヒアシンス埋めようっと。これ埋めれないやつじゃね？飾るしかないやつか。え、これあれかな？てかあれか、住人の家の中はやっぱり飾れんのかな？今回も。まあ、とりあえずヒアシンス置いとこ。ちょ、待って。ヒアシンス。あ、ちゃんと花瓶に入る。いいね、いいね。飾る。ふんふん。うん、とりあえず。よいしょ。棚とかの上に置きたいけど、本当は。で、あとは、あ、ちょっと、まあ、余計なやつ収納しておこっか。この辺、使ってしまうのも嫌やけん、収納しとこう。で、また、また、あの、鉄鉱石が集まったら取り出そうかな。そういう感じでよろしいでしょう。よし、じゃあちょっとパーツを集めますか。もしかしてこっち側とかも？向こう側だけかな？ジョニーが倒れとったとこだけ？あ。またしても。やったー、メッセージボトル。これを読んでいるあなたへ。ありきたりな家具に飽き飽きしてたの。だから DIY しちゃったのよ。素敵な家具は私のために。こういうのって誰でもいいから教えてあげたくなるものなのね。あなたも作ってくれたら嬉しいわ。手作り大好き。サラより。ミックスウッドの壁！やったー。覚えよう。ふんふん。ミックスウッドの壁のレシピを覚えた。イエーイ。え、めっちゃ嬉しいんやけど。ちょっと待ってて。全然なくね？え、なに？どこにあるの？浜辺だよね。え？浜辺でしょ？通信装置のパーツを5個集め終わったらジョニーに教えてください。え？埋まってるとことかわからん感じなん？もしや。なんか、光り輝きよったりとかさ、穴が開いとったりとかさ、え、全然せんわけ？え、もしや全然しない感じですか？ほら、ほら、何にもない。ん？なんかおる。あ、私今網持ってないんか。うわ、すごい気持ち悪い。船虫かな。何？アミラミッケ。吹き出しが出るんや。へぇ。ねえねえ。あんたはお店を建てるための手伝いを始めたんだって？ああ、そうそうそう。なんで知ってるの？そりゃあんた、こんな小さい島じゃどんな情報だって筒抜けだよ。とにかく、うちが言いたいのは、アイラトのために頑張ってくれてありがとうってことさ。そうだ。お店のために資材を集めるんだったら、これを持ってっておくれよ。鉄鉱石をください。何それ。そのスコップはね、マイリと交換でもらった DIY のレシピ集で覚えたレシピを見ながら作ったのさ。え、スコップくれた？ありがとう。普通に使える道具レシピってやつなんだけど、そこに載ってた道具はどれもしっかりして作りで壊れにくいんだ。え、あ、なるほど。やった、しょぼいやつじゃなくなった。試しにそのスコップを使ってみて、気に入ったらアイナもレシピ集を交換でもらうといいよ、だってね。なるほど、レシピはもらわんといかんのやね。とりあえず、一個だけスコップをくれただけ。ね、くるぶしなんかずっと座ってない？ちょ、待って、スコップ、スコップ。ん？ん？なんか今動いた。
通信装置のパーツを見つけた。走り回りよったらわかるってことか。あった。走り回らんでもわかるってこと。はい、3個。はい。これで4個。あと1個や、あと1個。さあさあ、出てこいよ。通信装置のパーツよ。なんでこんなに散らばっとん？あと1個。お、あったー！ふう、これで5個やね。オッケー、ジョニーんとこ戻ろう。なんかまだあるやん。見つかりましたか？あったよ。はい、どうぞ。おお、これはまさしく私の通信装置のパーツ。なんかそこにもパーツあるよ。なんか次々出てくるね。ここだけでよかったんかも。ベリーベリーサンクス。これで通信装置は治ったはず。治ったの？ジョニーより。これでよしと。あ、なるほど、撃ったんやね。恩人のあなたには後日お礼の品を送ります。助かりました。本当にありがとうさんです。ふぅ、まあ、とりあえずよかったかな。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、たぬきさん。ただいま2020年3月22日、日曜日の午後4時14分なんだもん。さて、本日は特にニュースがないから、代わりにアイラ島生活のお役立ち情報をお届けするたらもん。おお、そういうの話してくれるんや。今日はマイル交換サービスのおすすめ交換品をご紹介するだらも。本日のおすすめは、ヘアアレンジシューとヘアカラーシューです。え、そんなある？ポップヘアアレンジベスト8などでは、ヘアスタイルやヘアカラーのアイデアを提供しているだらも。姿見やドレッサーなどの家具があれば、いつでも手軽にイメチェンできるから。ファッションのトレンドに敏感なおしゃれさんは、ぜひこういったアイテムを交換でゲットしてちょうだいね。それでは。へぇー。はい、ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで、手紙が。お、ジョニーからお礼。ハローアイナさん。はい、ジョニーです。このメッセージが一体いつそちらに届くかわからないけど、助けていただいたお礼に旅のお土産をもらってください。旅の水平、ジョニーより。なんやろ、お土産。そして、ハッピーホームアカデミー。あ、そっか。勝手に入会させられたやつ。アイナさん、7645ポイント、ランク B、おめでとうございます。え、なんか結構良くない？家具がたくさん増えてきて、お部屋らしくなってきましたね。ますますの発展をお祈りして、お祝いの品をお送りします。ハッピーホームアカデミー。一体いつどこで覗きようんやろうね、人の部屋を。恐ろしいわ。はい、それじゃあ、プレゼントを。これがジョニーからの、ストーンヘンジ。ストーンヘンジってどこやった？ちょっといまいちよくわからない。プラズマボール。プラズマボール？何プラズマボールって。なんかよくわからないもの二つもらったけど、とりあえず収納しておこっか。え、収納の方から、今日は、あ、こういう感じのか。遺跡や、ストーンヘンジ。え、これさ、なんか前まで、飛び盛りではさ、公共授業であったことない？なるほど。なんか吸い込まれそう。公共事業がない代わりに、あれを外に置くってことかな。さあ、これであと、鉄鉱石を集めよう。さあ、そして、鉄鉱石をあと9個、集めんといかんかったはず。やけん、それをちょっと集めよう。ん？あ、こっち側にも、一応できるんやね。え、待って。なんか、ムカデが出てきたよ、ムカデが。もしや今、網持ってねえ。マジかー。まあまたそのうち出てくると信じて。結構長い間おるんやね。あとさっき、1個鉄鉱石が出たと思うけん、あと8個かな？多分、あ、こんなとこに。見えてなかった。待って、またムカデ出てきたやん。思ったよりもいっぱい出てくるっぽいね。なんかそんな感じっぽいね。じゃあ、やっぱりそんなに焦る必要はないってことかな。確かローンが9万ちょっと、まあ、10万近くやった気がするけん。まあ、でも、結構あっという間に溜まるんじゃないかな。もう3万やし。待って、必ずっていうぐらい出てくるやん。さあ、鉄鉱石を出ておいで。あ、全然出てこなそう。あと4。
絶対出んやん。あと3。くあと3個だというのに。ってことはやっぱり今回も島に旅立っていかなければいけないわけですかね。ってことでちょっと私は旅立ってきます。あ、旅立ってきますはいいんやけど、マイル交換せんといけんや。あ、ちょっと待って、それを撃ち落とさせて。この辺全然違うやん。こっちか。イエーイ。さあ中身は？前回はね、今着とるこの服やったけど、アイロン。なるほど、ちょっと家庭的な感じに。どうも。で、これで交換か。タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。1日1回のタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。あ、そっかそっか。50マイル。やったね。ご利用になりたいサービスをお選びください。ってことで、タヌキマイル交換。さあ、これでマイル旅行券をちょっとゲットして、マイル旅行券は2000マイルになります。交換いたしますか？交換します。マイル旅行券をプリントしています。あ、すごい、本当になんかファミポートみたい。マイル旅行券の発券が完了しました。ご旅行の際は、こちらをお持ちの上、アイナ飛行場よりご出発くださいませ。他にも交換いたしますか？やめとくよ。あと1600マイルやしね。お、なんか、錆びたパーツ。いや、それは、あ、でも、売れるかな。ここに入っとるぐらいやけん、売れんかな。アイナさん、いらっしゃいませ。今日はどうなさいましたか？買い取って。買い取りでございますね。じゃあ、お売りいただけるものをお見せくださいませ。ってことで、この錆びたパーツ、どうすか？有料とかになる？錆びたパーツですね。それなら10ベルで買い取らせていただきます。あ、一応ちゃんとお金にはなるんや。じゃあ、売ります。ありがとうございました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。これはジョニーの時の残骸かな。これはやっぱりまた今回も、煙突から煙が出とったら中におるってことかな。お邪魔します。すごい、なんか和風な感じ。お、なんか中身すごいさっぱりしとるね。思った以上にさっぱりしとってびっくりしたよ、私は。よ、よく来たな。オイラとヘアトレしたいなら、バッチコイダーでしたい。世間話でも。聞いてくれ、アイナ。オイラとうとう自分の家が建ったんだ、でしたい。スペースも広くなったし、これで筋トレしてもテントが破れる心配しなくて済むぞ。そんな勢いで筋トレしよったん。あ、てか、ハンナちゃんもおらんかったね。家の中かな。どうしたんだ、でしたい。おしゃべりしよう。そういや、聞いたぞ。お前は店を建てるための手伝いを始めたらしいな。オイラもアイナとに店ができるのは大賛成だ、でしたい。応援の気持ちとして、ぜひこれをもらってくれ、でしたい。鉄鉱石ですか。お、鉄鉱石やん。その鉄鉱石はオイラが筋トレ用に取っておいた大事なやつだけど、アイナとを盛り上げるためなら喜んで差し出すぞ。お前の手伝いに役に立つかはわからないけど、好きに使ってくれよな、でしたい。何個これ？ 1 個？あ、30になった。やったやん。え、ってか、むしろこれプラスやん。あ、ってことは何？何個？ 5 個くれたってことか。ありがとう。鉄鉱石結構貴重やと思うよ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、前回くるぶしのおかげで、ちょっと鉄鉱石30個集まったけん、これで、お店ができるんじゃないのか。知らせに行ってこよう。どうもー。アイナさん、いらっしゃいませ。今日はどうなさいましたか？お店の建設の件で。ただいまお店の建設に必要な資材提供のご協力を住民の皆様にお願いしております。提供します。資材をご提供いただけるんですね。ご協力感謝いたします。それで今回お持ちくださったのは、なんと、一気に全部揃えてくださったんですね。では、4種類の資材をすべてご提供いただいてもよろしいでしょうか。どうぞ。もう渡す前に。ありがとうございます。これでお店の建設に必要な資材がすべて揃いました。では、お礼の品ですが。まずは、MA1。何それ。
と紫のシンプルカーペットと、あとフィットネススイーツパンツをお受け取りくださいませ。ふんふん。なんだかいろいろとくれるのね。一番最初のがよくわからんかったけど。それともう一つ、今回こうして資材が揃ったおかげで、建設の準備が整いましたので、立役者であるアイナさんには、ぜひ僕たちのお店の場所を決める権利を進呈させていただきたいんです。ふんふんふん。そのお店の工事看板をお好きな場所に立っていただければ、工事の手配を進めますので、アイナさんがどの場所を選んでくださるのか楽しみにしていますね。今回は全ての場所を自分で決めれるんやね。本当に全部作り込めるって感じ。ここはどうすか？立てれんかな？あ、でっか！思った以上にでかかった。こっちは？ちょっと待って、広場が近すぎる。ここは、どうや。お店の建設予定地、ここにしようかな。想像してみる。ちょい、君邪魔よ。君邪魔よ。じゃあ、ここにするわ。イエーイ、なんか知らんけど、キーなくなった。もしかして、そこに置かれてるキーがすでに。お店の場所を決めた。暮らしが便利になる予感。あ、そういえば、この、あ、あったあった。この、光る地面、結構前に発見しとったけど、一日に一箇所必ず光る地面があるらしくって、多分、必ずかどうかわからんけど、で、ここを掘ると、お金が、センベルを掘り出した。でもって、この掘った後の地面、が、金色に光るんやけど、ここにお金を、ま、このまま埋めよう、私は。はい。ここにこれを埋めると、苗ができて、で、それが育つと、お金のなる木になるらしいです。これは、上路であげた方がいいんかな、水。とりあえず水やっとこう、ずれてない？これであげれたかな？ま、多分あげれたはず。よし。あ、そういえばこの辺にもなんかいろいろと置いてあったんやっけ。まあ、いろいろとって言っても3つぐらい。これ、1日1個必ず落ちとんかな、もしかして。メッセージボトル。これを拾ったラッキーなあんた。昨日ベッドに寝転がって漫画を読んでたら突然再婚レシピ思いついたの。瓶に入れておいたから見てみてね。このレシピ絶対流行るから。作ったらみんなに自慢したい。DIY アイドルチエリより。豚の女の子かな、これ。貝殻のテーブル？え、めっちゃいいやん。ふんふん。貝殻のテーブルのレシピを覚えた。これはやっぱり貝殻がいっぱい必要ってことかな。DIY レシピ。貝殻のテーブル、サンドダラー7と粘土3。粘土は預けとったんやったっけな。どうも、1決めたよ。アイナさん、お店の工事看板を立ってくださったんですね。明日には開店できるように、大急ぎで工事を手配しますので、楽しみにしていてくださいね。で、新住民の場所はどう？アイナさん、どうもどうも。何か僕に相談だらも？何でも気軽に聞いてちょうだい。ないね、別に。そうだらもね。アイナさん、お店の建築資材の件、どうもありがとうございましただもん。もうアイナさんにアドバイスするどころか、逆に島作りのアドバイスを受けたいくらいだもん。そんなに？そんなことないやろ、全然。どうも。こんにちは、アイナさん。助けてきてくださって、どうもありがとうございます。何かご寄贈くださるものをお持ちだったり、私にできることがありましたら、いつでもお声がください。化石の鑑定。ほほう、では鑑定したい化石をお見せください。ワクワク。なんかふうこちゃんの方は、定期的に村に訪ねてくる感じのキャラになるかも、みたいな。聞いたけど、どうなんやろうね。どれどれ、ふんふん、なるほど。ほほう、これは紛れもなく足跡の化石っすね。何の足跡？それにしてもいいですね。これ、まだ展示予定に品物のない、とっても目立しい化石ですよ。この足跡の化石があれば、博物館のオープンに向けて、大きく一歩前進できるんですが。いかがでしょう？この化石、私に預からせていただけませんか？寄贈するよ。ほほ、よろしいんですか？では、お言葉に参りさせていただきます。いやー、まさか足跡の化石がこれほど良い状態で見つかるとは。
せっかくですので、ちょっと解説いたしましょうか。お願いします。そうですか、そうですか。お任せください。それでは、5本。足跡の化石はですね、海底や砂漠などの柔らかい土についた足跡が化石になったものです。この化石からわかるのは、その生物の行動範囲や群れとの関係性。最近では体調や歩き方、歩く速度なんかも推測することができたりするのです。恐竜時代に日常に起きていたドラマを身近に感じることができる、すごい資料だと思いませんか？と、まあ、こんな感じでございますです。はい。ではこちらをお預かりしておいて、博物館が完成した暁にはいい感じに展示させていただきますね。他にも寄贈いただけるものをお持ちでしたらお預かりしましょうか。うんうん。言ってくれるってことは多分寄贈できるってことよね。お、できるできる。アゲハチョウ。あともう一種類なんかあったと思うよね。ああ、ムカデも持ってきたかった。ひ、アゲハチョウ。あ、いえ、なんでもありません。ちょっと苦手なだけですので。極めて個人的、かつ生理的な事情により、客観的な情報をお伝えできる自信はあまりないんですが、それでもよろしければ一応解説いたしましょうか。あ、今回はもうちゃんと全部解説がつくんやね。してして。あ、聞きますか。それでは、5本。なんなら個人的な思い出話とかでもいいんやけどね。なぜ苦手になったかとか言う。アゲハチョウといえば特徴的な羽が美しいと言われていますね。私にとってはグロテスクなだけで思い浮かべるだけで鳥肌が立つ模様ですけど。まあ好みは人それぞれですから。鳥肌、鳥が。とは言いましても、さすがに幼虫が可愛くて仕方がないという方はそう多くはいらっしゃらないかと。アゲハチョウの幼虫と聞くと、緑色の青虫を想像すると思うのですが、小さい頃は白と黒のまだら模様なんです。あー、わかる。ちょっと気持ち悪いやつ。普通の青虫よりも気持ち悪いやつ。実はこれ、敵に襲われないように、鳥の糞に見つかけているのだとか。あー、気持ち悪い。個人的感想めっちゃ入るやん。まあ、それはさておき。たとえ苦手なものであっても、責任を持って大切にお預かりしますよ。ありがとうございました。これで博物館のオープンに必要な展示品はあと9点となりました。引き続き博物館のオープンに向けてご協力をお願いいたします。あと9か。結構もう前進した感じやね。さてことで、まあ他にも、まあ、いろんななんていうの、動物とかゲットしたいし、次回はちょっとまた島に向かってみようか。次はどんな島にたどり着くんかっていうのも楽しみやしね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。